Vlog をブログをやってて、はい、あ、こんな感じですかね、よし。さあ、今日はどんな形のにしましょうか。まずもう自己流でやっちゃってきてるんで、バリカンでやってる。そうです、自分で長さ変えて。そうです、最初の形がすごい気に入ってて、うん、最初の形にもしてほしいなっていうのがあって、うん、はい。最初の時の写真とか一応あります？あります。後で見ていいですか？あります、あります、はい。バリカンでやるときってもう長さをちょっと変えて変えて、一回全体買って横だけちょっと短くしてみたいな感じ、はい、あ、そうです、そうです。短いですね。はい、これくらい。どうなんだろう、自分でやってるのとやっぱ違いを感じますか？俺がそんなわからないって言ったら良くないけど。いや、感じます。めちゃめちゃ感じます。特にここがもう全然違うと思うんですよ。あ、薄さみたいなですか？丸みとか、はい、伸びた時、あと耳周りが全然自分でできないっていうのもあって、うん、上の長さは今よりは短くていい感じですか？はい、一旦じゃあ長めにいきまーす、はい。上の長さどれくらいがいいですかね。自分で切ってる時にちょうどいいなと思ったのは11。もう結構短いですね。そのくらいがいいですか？ちょっと短い方が、まあ、ちょっと短く、ちょっと隙間さみも入れたりするから、はい、11よりはちょっと長くしましょうか。あ、わかりました。自分で隙間さみ入れないもんね。あ、入れてます。あ、入れてるの？一応これも入れてる。メルカリで探して。ウケる。いくらだった？2000円です。はい、まあ、でもきっと安いものなんだろうな、これって思って。そうだね、ですよね、きっと。すごくなんか学生のなんかキットみたいな、学校で買ったやつだみたいな。なんかでも学校で買うやつも意外にちゃんとしたの多分売ってるから、学校って。あ、そうなんです。そう、こういうのも揃えたんですよ。で、改造したんですよ、うん、自分でやりやすい。なんか100均のカッパを改造して。面白いな。それやっぱ見る人いる？自分で坊主にしてみたみたいな。あ、でも結構、でもなんかあれだけぶっちぎりで5000回いくし、しかもエッセイにめっちゃ来て、なんかどういうメッセージなんですか？よかったです。私も坊主ですって言って。あ、女子の。女子の。そうだね、女子がやってるっていうの大事だよね。あ、やっぱそうなんですかね。はい、やっぱあんまり多くはないじゃないですか。そうっすね。そこからなんか自分がその写真の作品作ったりもしてるから、それ見てくれて、あったら行きますとか言ってきたり。いいね、きっかけって大事だね。じゃあそうですね、なんか元々が作品作るってるとかの自分を紹介するみたいな、あんまりこう何も出さないの、作家としての自覚がとかと思って、それでできてないところとかも全部載せてくっていう YouTube やってみようみたいな。なんかうまくいってることもいってないこともみたいな、それで始めたのがいって。丸くなってきましたね。はい、丸くなってきました。だから白 T で来ました。あ、ありがとうございます。まあ、今日これを着てきたっていうのはあれですか？シルエットがこうやって見えるよ。俺が黒 T 着てたら多分頭の形見えないかな。横は何ミリやってます？横は7ミリ。耳周りが怖くて自分でできないんですよ、後ろとか。バリカンは。はい。あ、でも耳が入っちゃうってことはあんまり聞いたことないから。ガリってやりそうって思っちゃって。耳をですか？はい。あんまないんじゃないかな。本当ですか？ですけど、はい。耳だけアタッチメントつけないでやってるんですよ。あ、ここだけ、ここってこと？あ、はい、その周りをなんかちょっとアタッチメントつけなかったら相当短くない？先っちょを、ちょんちょんちょんってちょんちょんちょんってやるだけなんです。こんなシンプルボード頼む人ってあんまりないですよね。そうですね、メンズだと、あとこれにプラスしてフェードにする人は多いですよね。
あえ、フェードって何ですか。フェードって、あ、はぁ、まあ、これはスキンフェードって言ってちょっとどっちなんですけど、はいはい、スラダンにいますね、スラダンにいますね、確かに。ごめん、見に行きました。スラムダンク。はい、私、あの日、上映11時半だったんですけど、お腹空いちゃって、あ、見ました？見てないですか？見ました。一番最後の方の、最後の1点決めるときに、無音の状態ずっと続くじゃないですか。はいはいはい、あの時間にめっちゃお腹鳴らしちゃったんですよ。聞こえるそれ。いや、でもめっちゃ静かになるよね、あの瞬間に。隣の人には絶対聞こえてるなって言って。知り合いじゃないんですもんね。はい。ねって思ってました。宮崎駿はあんまり子供じゃなかったっす、今回。あの、いる人は。ジブリだけど、はい、多分ちょっと難しいって話が前から出てるじゃないですか。ああ、はい。はなんかそういう作者の意図を読み取るのが天才的だって。あ、それはチェーンソーマンで思いました。本当にチェーンソーマンのオープニングで思いました。さあ、ベースの形はこんな感じです。はい。もっと横薄い方がいいかなとかありますか。ないです。はい。で、ちょっと外します。はい。自分でやるときに、はい、上から切るじゃないですか。はい。で、下切るじゃないですか。はい、ここも最後入れた方がいいですね。あ、今みたいな感じで、はい、あ、そうじゃないと角張ってきちゃうから、はい、ちょっとここにこことここの間の長さぐらいのを入れると、はい、入れるかもしれませんね。なんかその辺に私つむじあるらしいじゃないですか、はい、その辺がめっちゃそり残し出しやすくて。あ、わかる、わかります。はい、ポツンってとんがってたりするよね。はい、そう、この辺ちょっとむずいのね。でも意外と場所的には比較的真ん中付近になりますよ。なんか聞くといろんなこと言ってくれて。結果的にその縦にもう頭皮当てちゃって、こうでこうギザギザにやるのがいいよって言われた一番最初に言ってきた方。はい、なんか聞いてないのに一番最初に言ってきた方聞いてないのにが一番分かりやすかったというか。 あとは切り立てでやるとちょっと穴っぽくなりやすいから、伸びてきた時にやるのもいいかな。もうちょっとトントントン。なるほど、切り立てでもやっていいんだけど、はい、やるとやっぱ穴ぼっこみたいに見えがちなので、はい、ちょっと伸びてからごまかすようにこうやってやるといいかもしれません。女の子で自分でやってる動画ってなかなかないから。あ、本当ですか。グレッチは美容室さんでやって、色をのせ、名前ピンク、ピンク、はい、マニックタイプ。おお、バキバキになった。バキバキピンクぐらいだったらピンクシャンプーでよかったかもしれないですね。あ、ピンクシャンプーが買いました。それでピンクシャンプーですね。普通にピンクシャンプーでも良かったってことですか、ね。まあ、ブリーチがちゃんとされてればそれで効果はあると思う。ああ、もっと痛くて。ブリーチが、はい、あ、頑張ったね、いろいろ。待って。ここで今6ミリぐらいです。あ、6ミリ。あ、意外と短いです。だからいつもこうにやってたと思うから。はい、こういうイメージでやったらいいかもしれないですね、はい、そうすると腕とのつながりがいいかな。こうに見えがちなのかなと問題だから、はい、僕がちょっとへこんでて、まあ、アジア人だから当然なのか分かってるじゃないですか、はい、こうなりすぎちゃうと頭って感じがするから、ここをちょっと削っとくとキュッと締まって見えていいかもしれないですね。あ、ここですね、はい、で、買った分またこうやってつながるよと。わー、8ミリ、7ミリ、8ミリ。はい、あ、あ、オッケーです、オッケーです。
あ、はい、綺麗。綺麗になりました。OK です。はい。このラインだけ。なんかちょっと綺麗なんて分かる、はい、ここは産毛取ってないけど、ここの産毛だけは綺麗にして、はい、ここまで行っちゃうと結構なんか軍隊みたいになっちゃうから、はい、こことかはぼやけるよりはちょっと綺麗な方がいいかもしれない。まあ自分でできればですけど、こうバリカンをこうやって当てて、はい、逆にやるとラインが綺麗にできるかと、はい、男性のこの襟足の形をめっちゃチェックしちゃうんですよ。なんかパシッってなってる人もいればいろいろっすよね。そうなんです。今日はパシッとしすぎないようにはしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。